では、片手と西四方投げの表について説明します。気をつけれ、右が前、左が前、奥足を踏み込みながら相手の手首を固定するように取ります。この際に押し込んでしまったり引っ張ったりしないようにしましょう。また、足を出した時にちょうど手首を取れる位置、これが適切です。近すぎるとこう押し込んでしまって周りが詰まってしまいますので、気をつけてください。一歩踏み出して取る、ここが適正なものですね。取りに来てください。それですね、本来は両手、右手左手を同時に使うんですが、ちょっと分かりやすくするために片手ずつ説明します。まずは取られた方の手の角度を横に変えます。そして自分の中心で固定をして前足から相手のへその前に入っていく。この自分が相手の前に入っていく、この推進する力で相手の腕を離します。その際に、手は少し自分のへその方に向けておいてください。親指がへその方、ダメな例として腕だけでこう動いてしまう、これはよくありません。また、腕だけでこう動いてしまう、これはよくありません。体の入り込みと一緒に、そして手を自分のへその前、手は相手のこの人差し指と親指の間の隙間、ここの部分をから取れるようにしてください。また良くない例として体と手が中心からずれてしまう、これはよくありません。そうですね、手と体がずれてしまいます。手を横に向けて自分が前足と相手のへその前、大体相手の両足を底辺とした三角形の頂点のあたりに入ります。そして離脱をすると、で手は必ず自分の中心、そしたら反対の手も説明します。先ほども言いましたが、これは本来同時に行います。手を横にして右手側、内側の手は相手の小指の付け根、ここですね、小指の付け根の部分を挟むように持ちます。手首の方を持たないように気をつけてください。手首もしくは小のあたりを持たない、なるべく先端です。そして踏み込んだ際に親指を下に向けてやや手のひらを前に出します。でこの時も先ほど言った通り中心線から手がずれないようにしてください。これは非常に重要です。自分が前に入っていく力で相手を崩していく。でこの際に手首を軽く絞る、親指を下に向けます。で自分の中心に持って、ここから適切な位置に入っていくと力が手首、肘、肩と伝わって相手の逆側の肩まで伝わります。これがですね、ちょっと戻ってください。これが効いていない場合だと分かりますか、相手の体重が全然崩れていない、これだと逆の手で掴まれたり殴られたりして反撃を受けてしまいます。しっかりと正しく力が伝わっている場合は相手の体、体重が横になって手が腕に、手が伸びてきます。これはなぜ伸びないかというと、前に出ようとすると、どうですか、体が決まってしまって前に出れないんですね。こう絞られているので前に出ようとすると、手のここの決まりが強くて前に出ることができない。このように、自分が前に入っていく推進力、自分が出ていく力で相手の中心を崩す。なので、止まって手でグイ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 手をひねろうとしないでください。そんなに強く手をひねる必要はありません。軽くスッと親指を、下に向けてへその前に固定するだけ。あとは体が入っていく、そうすると手首、肘、肩が詰まって相手の中心軸まで崩すことができます。これがこちらになると、これどうですか、分かりますね、中心からずれてしまうと、引きが悪くなります。ですので入っていくときも必ず自分の手が中心上、そしてこの次の動きとして振りかぶることもあるかと思いますが、振りかぶってしまうとちょっと回ってください。このように回って逃げられやすくなってしまいます。ですので破天荒では低く入ります。手を振りかぶらないようにする。これがどうしても振りかぶるとここの隙間を通ってこう回転して逃げられやすくなってしまう。ですので手をしっかり絞って相手を崩したら回転動作で回転しつつ、相手の足に自分の足をかけます。この際に手を
りも自分が低くなって駆動に抜けます。でこの際に腕はしっかりピンと伸ばしておいてください。これが腕が曲がっているとちょっと向き合ってください。腕が曲がっていて自分が反り返る、これはよくありません。これはちょっと腕伸ばしてみて、伸ばすだけでもこう伸ばしてみて返されてしまいます。ですのでくぐり抜けた時には相手が崩れていて自分の姿勢が正しい形、こういう風になることが大切です。そして手と肩をしっかりくっつける、肘が相手の耳の位置、こうですね。そしたらですね、手を自分の中心から股間にかけて剣を切り下ろすようなイメージで一直線に切り下ろす。この際手首をこねくるのではなく相手の肘を剣の先端に見立てて剣先を、一直線に自分の中心線上に沿って切り下ろしていきます。そのまま膝を乗せて最後上げてみると、このくぐり抜ける際になるべく低く、そして腕をしっかり伸ばす。で足がないとちょっと後ろに出して逃げてください。こうやって逃げられてしまうので足をかけると、こうですね。こうすることによって、逃げるのを防ぐことができます。ポイントとしては手は自分の中心線上からずらさずに入る、手首、肘、肩を通じて相手の体軸まで力を伝える、振りかぶらないということが大切です。以上です。先ほど行いました足をかけるタイプの四方投げは自分よりも背が高い相手か、もしくは自分と背が同じぐらいの相手に有効です。しかし自分より背が低い相手にかける方法が時は使いにくいので、今日は自分より背が低い相手にかける四方投げを紹介したいと思います。ではお願いします。片手を取られた際に、自分より背が低い相手の場合だとどうしても低く入るのが難しいので手を振りかぶる形になってしまい、相手にこう回って逃げられやすくなってしまいます。そのため手を高く振り上げないためには踏み込んだ膝を地面について自分自身が低くなってしまって投げると、これが有効です。自分が膝をつくことによってストンと低く入って腕を振りかぶらずに入ることができます。これが自分より背の低いと相手に使う四方投げですね。それともう一パターンお願いします。今度は古伝技ですね。これは合気柔術系の入り方で、全く原理が異なります。このように四方投げにはいろいろなバリエーションがあります。